アーティストって言葉、自分でもアートっていうのは言わないし、常にエンターテインメント、それも自分用のエンターテインメント、自分用の満足して楽しいことをやってて、それをフォロワーは喜んでくれりゃいいし、そういう姿勢がずっと50年続いてます。キャラクターだとかマークを書き起こしたことは一回もないんだけど、プーマが初めてなんですよ。で、まあドイツチームも力入れてたから書いてもいいかなと思って、プーマのこのロゴと、これは私の元々のフォントがあって、これ風に書き起こしたんです。で、今回オファーがあって、オファーがあって何していいのかなと思って、しばらく、プロジェクトちょっと進めてて、受けた以上は本気でやるのよ私は。特にメジャーだし、世界に影響あるわけじゃん。だこっちは命がけでやるのよ。その時にお仕事お仕事だとか、センスのないやつらと一緒に絡むとものすごい邪魔なの。だけど出す以上は誇りを持って、実用性もあるし、勝ちたいのよ常に。で、一回もうこの年までやってくると、こけたら あいつ終わったって言われるのがすごい嫌なの。だから死んでもまだ勝負したいの。それのこう往生際の悪さ、それはクリエイティブにつながるし、これはデートの時の勝負スニーカーにしてくれって言ってるの。そのエナメルなのね、ここエナメルって耐久性あんまりないのよ。だけど勝負の時いいじゃん。それでなんかこれでこうやったら今日履いてるパンティの色も分かるしえ嘘だよ見えるわけねえだろそういうなんかね、勝負スニーカー、私の美意識価値観でディレクションしてて、モチーフが変わっても自信がある、誇りに思えることをしたい、できる可能な限りでね。要は自分が履きたい着たいものを作りたいだけなの。光る糸を使ってくださいっていうのは、こうやると万華鏡のように光るから、それをただ刺繍だとか CG の人たちは絵柄を再現しようとしてて、絵柄の再現じゃなくて来た時の効果、そういう部分がイメージできないみたいで、それは確かに私だってイメージだけで言ってるわけだから根拠はあんまりないのよ。ただこういう効果をしたいっていうのをいつもミーティングで言ってるから、非常に文学的なのね。ああしろこうしろっていうのは彼らがプロだから私にはできないのよ。ただ本当にこう CG にしろ何しろ刺繍でやった方が売る時の付加価値、プリントよりいいわけだから、どうしてもこっちを使いたいっていう不分率があるから、こっちの希望は絵柄を再現するっていうんじゃなくて、材料でその効果をどうやって出すか。私ほとんどそういう経験ないじゃん、丸投げばっかしだったから。ただ今回彼らも本気だったから、私もこうやった方が効果があるって、それも見果ての夢だから、私のは。それがサンプルで出てきたら、もっとこうじゃないの、もっとこうじゃないのっつって、呆れ果てた頃それがゴーにストップ、完成になるのよ。これがこの慣れの果てがこれです。でも最初よりははるかに良くなったと思いますし、ユーザーも喜ぶような上がりになってます。常に燃えるのは今まで世の中になかったもの、それを生み出す時の苦労するんだけどね、その時は。だけど気持ちいいじゃん、パイオニアになったっつうことは、世界初、そういうのってすんげえ燃えるの。
だからもう家なんか帰りたくないの本当は。でも体が年だから酷使できないのよ。ここで絵描いてる時も時計が1時間に1回鳴るようになったの、オルゴールが今切ってんのかな。それは1時間経ったらもう1時間もやってるよっていうのを教えてくれるから、初めて気がついてちょっと一休みっつのするけど、気持ちいいんだもん、しょうがない、中毒。